クラブツーリズム株式会社は、東京都新宿区に本社を置く日本の旅行会社で、近畿日本ツーリストグループの一社である。従来から、ある店舗営業型の旅行業とは違い、新聞広告や会員情報誌で、旅行商品を提供して、電話やインターネットで申し込みを受け付ける、ダイレクトマーケティングを主力とする。取扱品目としては、主に中高年向けの国内外ツアーを主催している。 会員情報誌、旅の友の配布によるメディア販売を中心としており、店舗販売の比率は少ない。旅の友は、エコースタッフと呼ばれる独自の配達員によって会員宅へ配布される。エコースタッフもクラブツーリズムの会員である。顧客が情報誌を周辺の顧客に配るというユニークなシステムであり、現在約8000人を数える。 趣味のサークル活動やカルチャーセンターも主催しており旅行だけにとどまらない会員組織化を進めているのが特徴である単に旅行商品を販売するだけではなく会員が行うクラブ活動を支援することで組織化された会員による口コミも事業の成長に貢献する形となっているクラブとは会員同士の交流の場を指し会員が知人や同じ興味を持つ 別の会員と組織を作り、ミーティングを開いて、旅行を企画、実施することが主な活動である。クラブの内容は、会員誌で紹介され、口コミにより拡大につながる仕組みになっている。会員自らが、添乗員になる、フェローフレンドリースタッフという制度がある。このビジネスモデルは1980年に発足した、近畿日本ツーリスト、渋谷営業所内のダイレクトマーケティング事業部門が、 前進、情報誌、旅の友の宅配及び新聞広告を中心としたメディア販売で業績を伸ばした。2004年には、クラブツーリズム事業が、近畿日本ツーリストから、分離、独立し、現在に至る。前進は1980年発足の上記、近畿日本ツーリスト社内のベンチャービジネスであるが、発端は1970年代に遡る。当時、後に、 近畿日本ツーリスト社長、クラブツーリズム会長となる高橋秀夫が森岡営業所の所長時代にクラブを作り、顧客同士の交流を深めることに成功したのが始まりである。高橋は渋谷営業所への転勤を機にクラブを作ることを取り入れたダイレクトマーケティング事業に取り組み、その事業が成功したのを受けて渋谷営業所は東京メディア販売事業部に改組 さらに同事業本部にまで昇格した。1993年に会社設立後、近畿日本ツーリストが2004年にクラブツーリズム事業を分離、その事業を譲り受け継承した。設立当初は近畿日本ツーリストの完全子会社であったが、この事業上渡に伴い、近畿日本ツーリストの親会社である近畿日本鉄道や投資ファンドの出資を得たため、 近畿日本ツーリストの持ち株比率は大幅に下がり、子会社ではなくなった。独立時のクラブツーリズムの会長には、近畿日本ツーリスト時代にクラブツーリズム事業を立ち上げ、独立前年まで同社の社長であった高橋秀夫が就任した。2008年8月に近鉄が株式の大半を投資ファンドより引き継ぎ、クラブツーリズムは同社の子会社となった。 2013年1月1日には、近鉄の旅行事業再編により、近畿日本ツーリストと株式交換により、同社を親会社とする経営統合を行う。近畿日本ツーリストは、事業分割を行い持ち株会社に移行し、社名を、KNT-CT ホールディングス株式会社に変更した。公式サイト旅行センターのご案内を参照注釈出展。ありがとうございます。